皆様こんばんは、カズラジでございます。今夜もご視聴本当にありがとうございます。1月の22日月曜日、時刻は11時5分を回っております。そんな時間です。早いでしょ。でなんかいつもと絵が違うじゃない。まず一つは携帯で撮っています。でもう一つはいつもあの楽器部屋からそのままリビングが続いていて、20畳ちょっとあるぐらいの広い部屋なんだけども、今日はねもう寝室でベッドサイドで喋っております。もうねすぐ寝ようと思って、体調があまり良くないと昨日申し上げましたが、こういう時は寝るに限るんでね。元気なんだよ、元気なんだけども、ちょっとまだっていうか全然万全じゃないのね、きっとね。それはまあ自分の感覚でわかるじゃんね。ブライアン・ボグセビックさんです。おとといの夜から寒気と発熱、関節痛があって、また熱がなかなか下がらず、これはインフルエンザだと思って今朝病院に行ってきました。結果はインフルエンザ A 型でした。なるほど。予防接種をしていても軽症ではなく、なかなか辛かったです。病院に行くと気持ちが落ち着いたのか、少しずつ解放に向かっています。よかったね。お前さんも気をつけてください。でも僕の場合は熱もないし、単にちょっと気持ち悪いのよ。それだけ。気持ち悪いって、なんかこう万全じゃないっていう感じがするのね。それが嫌なので、休みます。もう寝るに限るでしょ、こういう時はね。緑 NJ さんですが、髪切っちゃうんですねということ。切っちゃいました、今日ね。昔やったポマードのようなもので、今でもあると思いますが、今からオールバック風になでつけてしまえば、少しは鬱陶しさが減るかもしれないのではないでしょうか。まあ確かに、まあでも切りました。でも切ったっつってもそんなに切ってないんだよ。十分長いんだけどね。ちょっと気持ちの悪いところだけ切ってもらいました。今晩からぐっと気温が下がっていきそうです。風邪っぽいとのこと、お大事なさってください。ありがとうございます。もうすぐ寝ます。それからうしこさんです。お前さんこんばんは。鳥取は早速雪が降ってきました。10時過ぎに書いてくださったメールだと思うんだけども、現在気温3度です。雪がちらほらです、まだ積もる気配はないですけれども、明日明後日は雪だるまマークです。そうか、雪だるまが斜めになってない。斜めになってると吹雪んだよね、きっとね。ね、まだ普通の雪だるまマークならばいいんだけどもね。お前さん体調いかがですか。キャンプ前です。これからますますお忙しくなるでしょうから、お大事にしてくださいねということで、お言葉に甘えまして、お前はもう寝ます。もう寝るんだお前はという、もう不退転の決意で、もうすぐに眠れるように、もうベッドのそばで喋っております。それからですね、こちらは琉球の折り立ちさんですが、お前さんこんにちは。ヘッドライトテールライト演奏ありがとうございます。長めに歌っていただいて嬉しいです。途中で切れなかっただけでね。はい。小学生の頃 NHK のプロジェクト X のエンディングとして流れていたのを懐かしく思います。そうだね。その後、大人になって知人の方がカラオケで歌われた時に名曲を知りました。曲名を知りました。なるほどね。また改めて聞いてみたいと思います。ということでありがとうございます。私も風邪気味なのをなんとかしのいでという状態が続いています。僕と同じかもしれないね。今週が寒さのピークですかね。乗り切っていきたいですということ。お大事にね。ね、ありがとうございます。それからこちらは佐賀のりさんだ。中島みゆきさんのヘッドライトテールライトの一節演奏ありがとうございました。とんでもございません。プロジェクト X 挑戦者たちのエンディングテーマで欠かさず見ていたので懐かしかったです。田口智朗さんのナレーションがこの曲ととても合っておりました。いろんなプロジェクトにチャレンジしてきた日本人の姿を視聴者に見せてくれました。戦後の日本で最初に作られた YS11 という飛行機を取り上げた回のすぐ後に YS11 に乗った時には感動したことを未だに覚えておりますということ。あったね、 YS11 はね。あれもいい回だったね。ね、田口智朗さんね。ね、そうだそうだ。
長い空白を乗り越え、生まれた日本初の旅客機の名は YS-11。182機が世界の空に飛び立った。で、そんな感じでありましたね。あったあった、懐かしいな。昨日はそんな歌を歌いました。ありがとうございます。そんな感じでですね、今日は江坂に行ってまいりましたけど、秀救急さん、江坂、なかなか今日もハードでしたわ。ハードでしたわ、ほんまに。あんまり切ってないでしょ。なかなか行ってまいりました。ちょうど帰る頃に雨がね、夜降っていて、今止んでるのかな。にわか雨が降りましてね、なんか風が冷たくなってきましたよ、皆さん。明日、明後日あたり、25日くらいにかけてかな、寒さが非常に厳しくなるということ。上空5500メートル付近に氷点下42度という、この冬一番の寒気が流れ込んでくるというニュースがありました。そんな関係で、寒くなるということなんでね、どうか、体に気をつけて、で、まあ雪が降ったりするエリアもあると思いますが、どうかご安全にということでございますね。ということで、カズラジは今日ちょっと短めだけども、これで失礼しちゃいますね。ごめんなさいね。まあ今日は特に何にも話はしなかったけれども、皆さん本当風邪には気をつけて、インフルエンザもね、早くブーゼビクさん治ればいいね、本当にね。そんな感じで、お前はもうすぐ眠れる体制でございます。薬を飲んで、この後薬を飲んでから休みます。というわけで、いつもと違う感じでお送りしましたけどもね、そうそう、榎本奇妙さんがさ、番組冒頭ね、ギターの弾き語りで入るのいいですねっていうことで、キャンプ前にピアノの演奏もお願いしますというリクエストがあって、ジャズはどうですかって、僕のハードルを上げないで、そんな腕はない、君に聞かせる腕もないってやつですよ。まあ、頑張って何か弾きますけれども、何弾くかちょっと考えます。そうなんだよ。だけど僕にはピアノはない、ピアノはあるんだけど君に聞かせる腕はないってやつですね。さて、何の曲だったでしょうか。というわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。この詩も確か阿久悠さんじゃないね。というわけで、今回もありがとうございました。寒くなるよ。なんかさっき、ほんとちょっと外、駐車場からちょっと歩く間ね、一瞬だけ外を歩くんだけども、寒かったもん、もう風がね。鳥取は雪ということを聞いております。皆さんご安全にということ。そして、風邪とかね、インフルもそうだし、コロナもあるし、みんな流行ってるから気をつけてください。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。次のね、28日の、日曜日かな、今度は梅田のナレッジシアターの方で、トークショーがあります。これはサムティさんの協賛でやるこのトークショーね。で、もうそれも出てるよね、確かね。4選手が出てくるっていうやつと、あとはビーズガールズさんと、あと新しく男性ユニットも誕生しました。そのお披露目会2部、その2ステージをこなすことになっておりますんで、頑張ってお仕事したいと思います。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。そのためにも、それもあるからちゃんと直さないといけないんだね。でもね、声は全然大丈夫なのよ。歌えるよ、なんぼでも。というか、でも今日は休みます。ありがとうございました。じゃあまた。